人の足跡響くアーケードマルカンサイファー銀河鉄道首輪外したかませ犬花巻ぶらり回るイーハトーブ人の足音響くアーケードマルカンサイファー銀河鉄道首輪外したかませ犬花巻ぶらり回るイーハトーブロックンドウラウルスローリーチャリブルスラムダウンウェンドウィードウィーロックンドウラウルスローリーチャリブルスラムダウンウェンドウィードウィーロックンドウラウルスローリー今日はですね、とあるラッパーのお宅に来てるんですけども、今日はここでですね、レコーディングの方をしてみようと思います。それでは行ってみましょうか。ジャパシゲが行く、今日はですね、とある曲のレコーディングで、ビックリマンのエビスさんの家に来てます。エビスさん、ベトミヒロです。この前30になってやっと落ち着いたなと思ったらいきなりジャパシゲ君が来るっていうから今日は家建てました。ゆっくりくつろいでください。ありがとうございます。そして神田さん、はい、刀です。私は刀のような人間なのでよろしくお願いします。そして片透かしさん、カルピスポート。もう一丁いけんじゃない？もう一個いけんじゃない？もう一個ブン。トヨタマです。トヨタマスラムダンクだ。そしてピスエリアからチェーン国会社とブラックアルゴエン、お願いします。という6人で今日これからレコーディングをしていきたいと思います。よろしくお願いします。マルカン閉店というニュースを受け、花巻のラッパーたちがマルカンアセムを生み出すため、今宵はビックリマンの秘密基地マサオスタジオに集合。一体どんな曲になるのでしょうか。ガダラのガロウェイ大体のものが神ちゃうかよう、けど俺スローだ。いろんな店が潰れてく中、マルカンウィズッとそこにあった。最近はなかなか行かなくなったが、ガキの頃から世話になった。今の俺たちにできることは少ないが、ありがとう、ここでつなげる言葉。どんなもんでしょう。ちょ、もう一回やったら。通算2000回ポット押した数 is タイガーの魔法瓶。あの頃の5回で初めてやったバーチャルボーイ、西暦2000年。あの頃は中にジャージは八森にしとけ、間違いねえ色あせねえ、でもロカウエアは買っとけ。何回も撮りたくなる。なるよね。いいね、満足の曲。とりあえず、とりあえず、はい、一回聞いてみて、聞いてみた自分が言いました、うん、よし、バイソン、バイソン、バイ振り返ればこれまでの足跡、聞こえてくるこれからの足音、この街が変わるネクストステージ、一口サイズのサイコロステーキ、あの匂いがI remember 日曜の午後焼き芋テイクアウト、裏口から入店当たり前、キュリンの絵で背はかった思い出。キュリンの絵。みんな真剣にリリックを書いています。この前そのアルバムを作ってる時に結構集まってここでやった時に、乾き物食ってるよね俺たち。上に行けないなっていう、うん、これがもうジューシーな肉とかローストビーフとかになってないとそれに見合った位置に行けないっていう。だからまだ乾き物だから、これはまだ、うん、湿ったもんとかちょっとリッチな感じ。ゼロ生ハム、ウレセンベロ生ハムレモン、レモン、あ、これがいいって言ってた。あ、一番いいやつだ。シルクやつだ。ち
っちゃい頃ドラえもん見せてもらえなかったの。なぜだ。親がやっぱのび太みたいなすぐ人に頼るやつになってほしくなくて。でも金曜日見てないですもんこれ。大人になってからドラえもんなんか良さを知った。厳しい。そうですね。ちょっとこれはどうぞ。ちょっといただきます。どうぞ。これエジプトの。エジプトのやつ。はい。これリバーって書いてある。漢字上手っすね。漢字上手。俺書いたの。ありがとうございます。もう結構いきますね。あ、うまい。うまいです。俺もちょっと飲んでみていいですか。あ、すみません。ちょっとしてください。エジプトのお酒だ。そうなんですか。漢字ですけど。俺書いたんです。払ってんじゃないですか、ね、ちょうどいい感じです。どうでした、あの録音の方は。おお、結構いけます。すごい楽しかった。日本酒だよ。すごい楽しかったっす。楽しかったっすね。じゃあ今夜の録音に乾杯。乾杯。最後の店。うまい。エジプトの風が、もう川、ナイル川の香りがする。すごい、何が感じますよ。ピサのシャトーもエッフェル塔もエアーズロックもスカイツリーもマルカンタワーにはかなわない。お味噌なら花丸き波に定番、レコードなら名盤、流されないスタイル最先端、地球の中心にそびえるソフト、一つになる孫父母祖父母。やっぱ1回目が一番いいよね。フレッシュ。フレッシュだね。はい、オッケー。よし、これで俺は最初。やったぜ。エロいの取れたぞ。やばいの取れた。生まれも育ちもこの町の中央、レペゼンスエヒロ天空の城から徒歩5分、マルカンデパート、注文の多い料理店の厨房、メイドが運ぶソウルフード、いい女静か工藤、俺は未だに変わる川とフード顔ちげな。生まれも育ちもこの町の中央、レペゼンスエヒロ天空の城から徒歩5分、マルカンデパート、注文の多い料理店の厨房、メイドが運ぶソウルフード、いい女静か工藤、俺は未だに被る皮とフード、香るフレーバーちげえ。なんで青なくなったんだ。むずいな。残像だ。うおー、ビビった。6番目の階から見下ろす、見渡す人間観察、ワンラブ、ソフトの衝撃、まさに怪物、まるでニガのデカブーツ、5歳で完食、マルカンランチ、肉汁、ワンラブ、ワンラブ、ファンティ、少し吐いた、俺は泣いた、もっと強くなるって誓った。そう、ドミニカンスカッシュありますよね。あるこれを、これ何かの時話はみんな知らなかったの。ピンクなんだよ。ピンクだよ。ドミニカンスカッシュ、謎の飲み物。エラソーダコーラドミニカンスカッシュ、なんか青いやつも、青いやつもあった。青いやつ、ブルーハワイでしょ。あの、パインにかな、うん、ついてるドミニカンスカッシュって飲んだことある。俺一回飲みましたよ。俺ある。何味なの。あれ何味なんですかね。ただ多分あのシロップ的な、あれじゃない、サイダーに。白ドミニカンスカッシュ。ドミニカンスカッシュ色なんですか。もうねえ、どんどんすぎるでしょ。何食うんだろうね。どういうのも決まってる。まる、あの決まってる派か。決まってる派。決まってる。ポークソテーがもう最後。ああ、好きですか。うまいやね。落ちるかとソフトだね。ここは上さん左側のどうすか。え、そうだな、入って左ですね。なるほど、そうだね。俺右左右ですか。左右だ。俺も右だ。俺も右っすね。あ、なるほどね。ザルそばとカレー、カレー、ザルそばとソフトかな。パフェになるかな。
かぶそばか食ったことねで、たまにナポリタン勝手に俺ソフトクリームが NG ワードなんだろうなと思ってて誰も言ってねえよ、うん、マジでガングってみんなそこら辺の食用系のことを言ってたそうだから NG ワードもうちょっとなんかね、もうわかんないけどなんかざっくりした感じになりましたよねまあ別にいつもテーマなんかそこまでね合ってないようなもんだからね出来上がったら6人もいればさ、うん、丸かぶりにすることもあるからそれだってこれずっとヨーヨーヨーって言おうが最後に丸かんって言おうが究極のふざけた話だよねちゃんとしようとお疲れ様ですできた。この人数では。うん。乾き物やった。ありがとうございます。なんとかうまくですね、レコーディングの方も終了しまして、最後にね、今日撮った曲を一曲聴いてほしいと思います。それでは。いいかな悪いね冷たい雨が俺に水を差すせめて今日くらい多めに見てくれあったかいおしぼり額に当てて落ち着く香りを吸い込んだため息しながら目を開けば笑顔のおかみがそっとうなずく喜び悲しみ渦巻くこの街涙を魚に酒を飲む愛し愛され出会いと別れを愛しながら人は生きてゆく ああちょっぱしげがゆく今宵も酒に飲まれてああ あぐらはかけませんが熱燗を一つください女なんてさいくらでもいいんだよおいらも昔は一人の女の子とバカみたいに追っかけたもんだけどあんちゃんいい目してんな夢諦めんなよ